こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、レッドブーツなんですけど、これも本当も手こずりました。難しすぎるというか、なんかもう普通じゃないパターンがすごく多くて、最初のこのドラムのソロ4小節、これなんか頭ミスして切ってんじゃないかなと思うんですけど、表現しようと思うと、なんか途中から入ってくるんで、ハイハット開いたところが入ってくるんで、ワンツタタドツドンツタツパツドツタツドツタ。多分これ、ここフラム入れないとこの感じにならないので、これがいいイントロでございます。で、まあ今聞いてもらった通り、そのちょっとやってみたのはやってみたんですが、こっからね、こっから全部この通りやってみたんですが、まず最初でタツラタタドドドドドで、トントントンと多分下がってる。そうすると慌てて、もうフレージング的にはね、まあ要はこの人はドラッグって言って、ダブルを自由自在に入れるタイプなので、こういう感じでやってると思うんですけど、ウトン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 って下がって、次バズが入ってるから、どうやってやってるのかわからない。本人聞いても多分もう覚えてないんじゃないかなと思うんですが、で、多分基本的にはタバラダダッタッタッタダタバラダダダ1、2のこの2拍はドラムのフィルなんですよ。だからタカタタタタチータタンっていう感じね。でタタ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 タ
こういうのね、こういうところ手前にもうここがフィルなんだけども、手前から食い込んでフィルになるようにしてある。でタンズという感じなんですが、もう自分じゃ絶対選ばないパターンばっかで、わあ苦労しました。でタンズタタ、まあ全体的にはこれが基本パターンなんじゃないかな。タンズタタをタンにしたりにしたりしてるとっていう形なんですね。だからタンズタタタタタ、まあ、絶対やらないパターンですよね。でもユニゾンして後半フィルインっていうのがまあ基本のパターンで、でここ次なだれ込みで、ここは僕だったらもうまあ交互のやつでいくんですが、多分これドラガで、やってんじゃないかなと。またちょっとやってみたいと思いますが、こんな感じでやっています。これ上原ひろみちゃんのバンドもやってて、でこれイントロが、でダバラダダッタッタが入った、でタッタッタッタラッタッタラズッタ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 、まあメロディーの部分をピックアップにしたり、キメをいろいろ仕掛けを作っておいて、それでやってます。で要はベースとギターがこうやってユニゾンできてるけど、ドラムの2音が途切れなければ推進力が生まれるんですよ。なので推進力を強調したい場合は相手と決めない方がいいんですね。シンコペーションで、シンコペーションを決めながらタラっていうような軽く決めたりとか、なんかこう要は中間を取ったりとかするんですけど、要はひろみちゃんのバンドはこうちょっとテンポ早めで進行感を出したいからこうしてるって感じですね。でジェフ・ベックのちょっと遅いタイプのやつだと、やっぱりこう決めて間をたっぷり取ったフィルインでこうドラムフィーチャーになってるみたいな感じですね。なのでどっちがいいか分かんないんで、でちょっとその推進力タイプのやつのドラムのフィルでやったやつを取ってみたのと、まああと僕が好き勝手にやってるやつも取ってみたので、2つ、聞いていただきたいと思います。まずはじゃあ、リズムパターンで推進力を中心したやつを聞いてもらいましょう。2, 3, 4.
はい、もう一個だけじゃあ最後にね、こんな感じでやって、僕がまあ自分の手癖なんかも入れてやってみました。別に大して変わりはないですが、どうしてもやっぱ譜面を追うとなんかこうやりたいようにはできない感じになっているので、自分のやりたいようにやってみました。聞いてください。はい、ありがとうございました。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。なので、シンコペーションね、決めて、間を埋めるっていうコンセプト、要は曲のコンセプトがどうなってるかっていうのはもうリーダーが決めればいいことなので、それに対して、まあみんながアイデア出してやってる感じですね。この奈良田マイケルオールデンは本当にやばいですね。ものすごいリズム溜まってるしね、この感じはなかなか出ないですね。もう何回も挑戦してるけど、なかなか、とりあえず今の僕ができるところの中間報告って感じで、また5年後、10年後にめちゃくちゃ、かっこよくなってもっぺん YouTube 作れるか何のプラットフォームでやるか分かんないけど出せたらいいなと思ってます。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととかジャズの歴史のこととか心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますのでよろしくお願いします。3大特典もついておりますのでぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。